人気番組クレイジージャーニー、放送は大好評。ヴィンテージ T シャツを求めて再びタイへ向かった浦林社長。エピソード4では友人であり実業家のヨツポンが営むメメント BKK に向かいます。今回はどんなレアな一品に出会えるのか。今からロストネックタイしてる友達のヨツポンの店がタイにできてるんですよね。メメント BKK かな。例えばファッションセンスがね、抜群なんで、はい、マルチパレから刺激を受けつつ、その刺激を皆様にお裾分けできるような動画が撮れればいいなと思います。多分なんか僕も締めて欲しいものあると思うんで、まあお楽しみに。じゃあ行ってみましょう。どこ？はい、友人であるヨツポンのお店に来てですね、普通はこう一回入って、まあ、この店初めて来るんですけど、メメント BKK というね、入って、はい、ヨツポンはってやって、でこれちょっともう一回撮り直すから、もう一回入り直すから、じゃあカメラ回すでって言って、だから BGM 切ってってやるんですけど、行ったらヨツポンがいないと今日ので、ちょっと辛口評価で彼のお店見てみたいと思います。ただパッと見た感じめっちゃおしゃれだったんで、ロケーションも最高ですので、あとでね、概要欄の方に住所載せておきますので、タイ・バンコクに遊びに来られた方はぜひともお店に行ってみてください。ということで早速行ってみましょう。はい、行きます。ヨツポンいないんですけどね。はい、ヨツポン、ヨツポンのふりしろ、ヨツポンのふりノーヨツポンです、ノーヨツポン、ギター、ギター、ギター。ヨツポンいないね、ノーヨツポン。初めて見るんであれですけど、彼はね、本当に T シャツのセンスがいいので、ただここのお店は3人のオーナーでやってるらしいです。だからこう、みんながイメージするようなね、こういったゴリゴリの 90s みたいな T シャツもありますけど、どっちかというとこうセンスあふれる感じのね、はい、まあ、いい T シャツいっぱいありますね。うん、はい、ファインディングにもとかね、うちっぽくないですけど。で、 T シャツと、これヴィンテージのコレクターでもあるんですが、またサンフェードのフーディーとか、すごいなこれ、着丈バカ長。ロケーションもいいですね、非常に。ほら、このリラックスした感じで、こうすごいです。はいはい、ハンサム、ハンサムボーイもいますから。はい、ハンサムボーイ、ビューティフルガールもいますから。はい、どうもありがとうございます。はい、でまあジャーマントレーナーとかね、あ、ちゃんと全部ねマルジェラですね。レプリカジャーマンもこんな感じでたくさんあったり、あとはやっぱりこういった懐かしいな。ジュンヤのモヘアニットとか、日本ブランドもね、やはりタイでは人気があるので、ボッテガとか、はい、一昔前は見向けもされなかった D&G もね、今非常に人気が高くなっているらしいですけど、僕の専門外ですけど、はい、ヨツポンの画像は横にちょっと合成しておきましょう、はい、ちょっとヨツポンの顔だけにしておきます。うん、ミリタリーのブーツだった。懐かしいなこれも、はい、あ、この辺も懐かしいですね、うん、カニエ師匠です。いくらすんのかな、ルイ・ヴィトンカニエ、まあまあ、髪の毛が地面についてますけど、まあ、タイのことをきれいにしてから食べましょう。で、ベルサーチだったりガリアーノとか、例えばこの D&G のプルオーバーのフリースで3900バーツ、日本円で1万7000円ぐらいですか、はい、友人割引が効くか分かりませんけど、
まあよかったら社長ルグランブルーや、懐かしいですねルグランブルー、もの何これ、ラルクのハイドさんが着てたブランドですね、ルグランブルー。こういうジャパニーズ2000年頭ぐらいのドメブラも今となってはニュービンテージって形になってるんです。そうですね、ナインティーズ T シャツがヴィンテージヴィンテージ言われてんだろうな、センスありますな。でもやっぱりラグモスキーノとかジェレミー・スコットかな、普通なんじゃないですかね、はい、なんかねこういうのって一昔前までセカンドストリートで見向きもされなかったのに、今こういう風にディスプレイされてると、あ、ありなんじゃねって思うあたりっていうのが、時代が回ってるなと感じますな。ダークビッケンバーグ、こんな昔のセカンドありましたよ。これなんぼすんのかな、値段ついてるのかな、はい、まあ大スタイルなんで値段ついてますね。基本的に値札はついてないです。なんかあのタイの古着屋さん、ユーゾーセレクトショップの中ではやはりかなりハイセンスなラインナップだと思います、うん、T シャツ見ましょう。そうそう、みんなが見たい T シャツ、ちょっとねなんかね1個ぐらい買い物したいんですけどね、お値段どんぐらいつけてる、まあ、あのさっきのねアーカイブとかは僕そば分かんないんで、ちょっとどれぐらいついてるかって見てみましょうかね。なんかグッとくるね T シャツがね、あればいいんだけどな。サングラス外しましょうかね、ちょっと置いとくんでねこれ忘れないように。小さいな、このハーレーで日本で1万5000ぐらい、うん、お、オールドクロムハウスじゃないですか、これでお値段が7万円、まあ、そんなもんです。かっこいいなこれ、サイズいくつ、うん、L、 XL やったらねちょっと買おうかなと思いますけど、 L です。現行のと違ってねこういう風に、ね、やっぱフェードするんですな、はい、山にはファック、はい、思っ思ったより高くないなという印象ですけど、キスグレートランドでもこれは非常に人気ですけども、はい、値札がついてません。多分8000バーツぐらいだと思います。3万3000かな、このハーレーで4950バーツですから2万2000円ぐらいですかね、はい、ナショナルジオグラフィックが2万4000円ぐらいしますね、まあ、長袖なんで、はい、あ、これいくら、グレートランドでね、4万中ぐらい、これで3万3000円です、3万3000円ぐらい、うん、まあ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 普通にね、お買い物するんだったらいいなと思いますけどね、この金額だったら。あ、このレイジ気になりますな、アーチモンドなんでね、これで、これ安いですねこれ、非常に安い、これ安いですな、サイズもいいサイズだし、
はい、ということで、あんまりね次時間がねバーッと見ましたけど、ヴィンテージ T シャツだけをね買いたい場合っていうのはナイトマーケットとかレッドビルディングとかその他行けばいいと思うんですけど、こういうふうにこういろんなアーカイブヴィンテージとかとこう懐かしい気持ちだったり、特に僕世代の方々はね、まあちょっとこうロケーションもねなんかいいし、よりハイセンスなというか、一昔前のあの日本で僕が若い時とかにこう自分たちのこうワードローブというか洋服を持ち寄ってお店をしてたような、時代を思い出すような、洗練されてるけどセンスがあって温かみのある感じのお店でした。本当はねもっと4つがおって盛り上がるはずだったんですけど、まあ、いないので、この辺にしておきましょうかね。はい、なかなかでも本当にこうブランドのこう枠とかヴィンテージ T シャツの相場とかを一旦度外視して、こうタイでもバンコクに来てもおしゃれな気持ちになりたいなっていう方はぜひ、概要欄の方に住所貼っておきますので、あのグラブのアプリにピッと貼り付けて来てみてください。また、定休日とか営業時間とかも貼っておきますということで、次回こそはヨツポンにいろいろとね、彼のコレクションを含めて紹介してもらおうと思うんですけど、一旦今日はこの辺で、はい、失礼しますということで、最後までご視聴ありがとうございました。ブラバイ社長ヨツポンに会いに来ましたけどいなかったので、メメント BKK 一人レビューでございました。では。